じゃないの。にゃお、にゃお、にゃおじゃない。一匹だけはぐれた。私はお出かけ。ダーリン何するの？泡で遊ぶ。すごいね。でも泡の表面上だけで。あ、そうなの？そうだね。ここまで全部水だもん。あ、奥も全部泡だ、泡じゃん。まさか。泡で遊ぶ。あら、ってこれ。うん。いってらっしゃい。いってきまーす。じゃあさっきさ、映画館でさ、この機械でさ、チケット買おうしてたわけ、うん、そして並んでる時に、すいませんって人、後ろから来てから、お母さんと娘の人たちが、うん、まだ買ってないんだったら、このチケット1000円で買いませんかって言ってから、この人たちなんか映画の招待券、あれじゃない、福袋の誰かからもらったみたいな、うん、招待券1000円で買いませんかって言ってから、うん、一応今日たまたま映画の日かなんかで1000円だったっけ、どうせ、うん、でお母さんはシニアでどうせ1100円だっけ。でも100円は得するかもしれんと思ってから、うん、普通の日だったらね600円は得してるけど、チョコの人もウィンウィンさ、お金戻ってくるから、うん、して100円ラッキーって見れたっていいんじゃない。新築される、あ、新築、新乗っ取られるって、壁に持たれられないって。今日のご飯なんで、じゃあご飯、いただきます。ケーキを先に確保する、私たち、食べてみて。じゃん、チョコ、固いチョコかな、ちょっと柔らかいクリームだった。あ、これ最初に取ったやつ。うん、下はなんかブラウニーみたいな。うん、絶対美味しいと思うって。うん、やっぱここで食べたいね。待って、今死ぬの待って。どこから来たあいつ。あれ、撒き散らした方がいいね。ゴキブリとかないんじゃない今日ね。家の中にこれ撒き散らすわけ？違う、あっち液体ついてるさ。うん、あれでゴキブリってこないんじゃない今。また誰か玄関から入ってきた可能性もある。いや、絶対ベランダだよ。てか、ベランダにさ、これもう一回シュッて。ベランダだったらさ、飛んでる音聞こえるはずよ。いつ飛んだ？入ってくる、絶対飛んでから入ってくるさ。歩いてきたわけさ、バレないように。うん、ゴキブリあるか、歩きたがらないさ。歩いてたさ、今さっき、うん、よし、うん、暑いね。暑い？うん、窓開けてごらん。世の中のお母さんは分かるはず。子供に外出先であんまりご飯、お菓子食べたいとか、あれ食べたいって言わないように、う
先に何かあげとくって、お家でも何でもフィードしとくって。誰がやった？世の中のお母さん。それに比べたらファミマのコーヒーは安いもんね。うん、子供はコーヒー飲まないよ。そうさ、甘いでしょ、うん、そしたら後でドーナツとか欲しいって言わんくなるわけ、うん、子供はドーナツ欲しいってよりかはおもちゃ欲しいよね。うん、お腹がすくわ、すくさ、うん、子供いいと思う。これは見たことあるけど、キムチ味って、うん、初めて。金のドレカバー、赤いの見たことあるけど、チョコ 2.5 倍。違うのを頼んでみた。うん、ニンニクに誘われて。そしたらもやしが全部私のとこに来たし。あんまり好きじゃない。意外に辛かったんでしょ、しかも。あー、もう寒いよ、ちょっと。ひんやり。うん、朝と今もちょっとなんかゾクゾクってする。今気温は22度。今辛いの食べたからひんやり、なんか涼しかったけど。日中25度、最低20度。北海道とか1度ってよ、昨日なんかで見たけど。マジで、うん、すごいね。あ、な、初雪も降ったってさ、すごいね。山の上とかでしょ。いや、普通のところじゃない。雪雪ヘルニアカップルって、ヘルニアとヘルニア手前カップル、カップル。お家帰ったら腹筋背筋する。うん、理由は最近調子いいからね。洗顔の恐ろしさを知った冬秋、うがい使用した時だった。グキってなったて。トイレが怖いって自分。トイレ怖いね、うん、恐ろしかったよ、あれは。一人でトイレから一生出れないと思った。うん。あれで病院行こうと思ったて、うん、痛い時はさ、変な体勢になってからさ、うん、痛くないようにするってからさ、カバーしてさ、余計変なとこに負担かかってさ、余計痛めると。カレー、私カレー吸いたい。水分がなくなってるじゃん、骨の、うんうん、黒くなってる骨があった。そうそうそう、筋トレ3日に1回ぐらいは。誰も見ない。見る人は見るんじゃない。日常、日常編。ブログマスをやろうかなと。昨年お休みしたブログマス。やってない？去年やらなかったんじゃなかった？今年と1年目と2年目やって。うん。去年はやる。やっぱやり、だったらやりたいかもしれない。できたらやります。検討。検討中。うん。無理したら大変だと思って。バイバーイ。